はい、皆様こんばんは。仏教数学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、日蓮総宗謀略新聞のに関する動画でございます。はい、かつてですね、この273番の動画で、今度は日蓮総宗謀略新聞恵明が新型コロナウイルス感染拡大につけ込んで、一刻相罰、ダジ国論を展開、こんな新聞を出している日蓮総宗をカルト宗教に指定せよという動画を出しまして、その時の恵明っていうのが、こういうね、国中の疫病は図派七部だと、新型コロナウイルスの感染はまさにこの図派七部だなんて とんでもないことをですね、書いていることを批判したんですが、今度またですね、6月1日付の恵明で、今度またね、新型コロナウイルスに関連して、こういう記事を 出したんですよ、恵明が。はい。で、このね、新型コロナウイルスの感染状況っていうのは、この日蓮が控えおればこその大現象だって。で、これで災難の根本原因は邪義方々にありって言ってるんですよ。 またこんなこと言って、それは数々の現象からも明らかであるとか言ってですね、またその邪義方々だの、方々性が多いから災難が起きるだろうっていうことをですね、言ってるんですよ。はい。それで、呉鳳凰の釈迦講とか言って、要するにこれにつけ込んでまた日蓮宗に入信させるって、激飛ばしてるんですよね。 こんなこと書いて大丈夫ですか、これ。ね、あのね、これ前回のこれ273の動画をなんか意識してこんなもん出してるんですかね、これね。影響って。まあそれはわかりませんけども、とにかくね、こういう記事が問題じゃないかって言ってるんですよ。こういうね、もう脅し的な、仏場での、ね、邪義方々論だかなんだかっていうのを振りかざして、その脅かして日蓮宗に入れさせようっていうね、こういうやり方、がもうカルト宗教そのものだということを言ってるわけなんですよ。こんなね、ことをやってる日蓮宗が、もう税金のと、ね、優遇特権とか持ってるんですよ。おかしくないですか、これ。こんな馬鹿げたこと。馬鹿げた新聞。宗教団体が。ね、もうおかしいですよ。でね、まあ、これはまあ、前回の273の動画でも散々言いましたけども、今回はね、ちょっとね、これに関してなんですけどね、日蓮宗、ね、の方からまたクレームが入っておりましてね、もう大変迷惑してると。もう、要するに、この日蓮総宗が、こんなね、まあ、恵明ですけども、こんな新聞でこういうことやって、こんな記事出してますよね。で、こんな、もう非常識な、ね、記事を出して、それで、非常識な釈迦をやって、非常識な布教活動をやってるんで、もう、日蓮宗も一緒に見られて大変迷惑してると。いうことをおっしゃって、お怒りの方が、もう何人もいらっしゃって、まあこれ前からそうなんですけどね、そういうクレームがですね、また仏教数学研究会の方に入っております。で、これね、まあ一般世間ではね、例えば日蓮総宗とか、創価学会とか、研究会とかっていうのはね、日蓮系っていう人がいるんですよ。あのテレビにね、よく出てくるあの例の、某宗教学者、あの人もね、日蓮系って言うんですよ。
無神経なこと言うよね。だからみんなね、この聞いた人って日練習も同じだっていうふうになんか認識するらしいんですよね。それで、もう日練習も同じだっていうふうに見られちゃうから、この日練習の人がもう大変迷惑だというふうにお怒りなんですよ。で、まあ、そのね、まあ確かにこの日練習創価学会検証会と、この日練習っていうのは、その確かに、手術は同じ日蓮なんですけども、体質とかね、指導性とか全然違うんですよね、これ。だから、ちょっとね、一緒にやるっていうのはね、ちょっと気の毒な感じがしますね。で、じゃあコロナウイルスに関しても、こういうふうにね、コロナは人間の尊厳を奪っているということで、これ、宗務総長、日蓮宗の代表役員の方のコメントが、まあ、例えばこれ、6月1日付の日蓮宗新聞に載ってるわけなんですよ。はい。で、そんなね、こんな仏橋とか解いてませんよ、こんな。ね、日蓮宗の代表役員の方。そんなこと全く言ってませんよ。はい。そのコロナウイルスの時はどういうふうに対処しなきゃいけないかとかね、僧侶がこういうふうにいろんなこのコロナウイルスに対してこれこういうふうにすべきだとか、そういうことは言っていらっしゃるんですけども、そんな仏鉢とかね、一刻相鉢とか、そんなことは全く言ってないんですよ。はい。で、6月1日付の日蓮宗新聞ではですね、そのオンライン招待業でコロナ収束をみんなで祈ったということですね。まあ、こんな記事が載ってるわけなんですよ。はい。で、これはね、まあ前にもご紹介しましたけども、4月1日付の日蓮宗新聞では、全国で新型コロナ収束を願う祈祷会が行われたというような記事が載ってます。これはまだ自粛とかやる前、緊急事態宣言が出る前ですけどね。はい。まあこんな感じで、まあそういう災難が収まるのを祈るという姿勢ですよね。これ3月10日付の日蓮宗新聞では、これ池上本門寺で疫病退散を願って招待をしたと。いうようなこともこうやって載ってるわけですよね。はい。はい。だからまあスタンスはその日蓮宗とこの日蓮宗とは全然違うんですよね。はい。でそれでもうなんか一緒に見られちゃって、大変迷惑だというお話を複数いただいている次第でございます。はい。日蓮宗の方にとってはまあこういうね。日蓮宗のこういう非常識な教皇人とかね、こういう一国相場論っていうのは全く迷惑千万だと思いますよね。確かにそれはおっしゃる通りだと思います。で、何がやっぱり問題なのかっていうとね、その原理主義、やっぱ日蓮宗のこの原理主義ですよね。はい。だから宗祖がその一国総鉢を解いたから解いてもいいんだというような、こういうなんていうか、この原理主義ですね。今の時代とかその法律とか憲法っていうのを全く考慮してないんです。守る気はないんだよ。だからカルトだっつってるの。はい。それが一番の問題になる体質なんですよ。はい。だからこの日蓮宗の方はね、こちらの身延山久遠寺を総本山とするこの日蓮宗の方が、そういう時代に合わせて布教活動もやっていらっしゃるわけですよね。でちゃんとその憲法とか法律も守って、きちんとその辺のところをやっていらっしゃるわけですから、別に問題はないわけですよね。だからそのやっぱりその原理主義っていうのが一つのそのカルト的な問題のある体質だというふうに私なんかね
思う次第でございます。はい。こんだけね、毎回毎回、これ、5月1日の恵みを、それから6月1日の恵みをって連続してこんな記事出してるんで、また7月もこれ出すんですかね、これね。ねえ。こんな緊張式な新聞、どうなってんだろうと思いますけどね。はい。はい。ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。はい、またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。